さあ、あなたの番です。もちろん、やる気満々だよ。紅茶とクッキーが欲しいな。フランケリ、次のペーパーカンパニーがここにオフィスを構えています。ヒーロ川はそこにあるはずです。暇を持て余した神経質な用心棒がおまけです。正面突破はやめた方がいいってことだね。個人的に楽しむならそれも良いでしょうが、死にたくはないですよね。広範囲に及ぶネットワーク網を検知しました。スパイダーボットで忍び込むのに使えるかもしれません。分かった、周囲を見てみる。大げさな脅し文句にビビることは
ちゃんと動いてるといいけど。まずい、来た。いや、ちょうど終わるところだ。でも問題のないドライブを処分するなんて変な話だな。綺麗さっぱり初期化されてるし。上からの命令だ。注意するに越したことはないだろう。そもそも記録すべきじゃないんだ。犯罪の証拠になるようなものなんて。それって、例えばどんな。はっ、ふざけてんのか。何から何まで入ってたのは知ってるだろう。国会のコネへの賄賂、取引先の情報、ドラッグの流通、それにゴールデン。おっと、よそ。ミセス・ケリーはこういう話を嫌う。でもデータはもうないんだろ。徹底的にやりたいのさ。粉々にするのが一番確実だろう。なんだってそうだ、物でも人でもな。おい、大丈夫か。なんか落ち着きがないな。汗もかいてるし。いや、なんでもないんだ。そのカレー食べててさ。それはなんだ。いや、別になんでもない。おい、盗聴器だな。違う、聞いてくれ。クソったれのタレコミやめ。彼女が知ったらどうなると思う。バラされるだけじゃ済まないぞ。切り刻まれて。
それじゃあ行ってらっしゃい。
溶岩を見つけた。次はデータを探すね。よし、クランケリーのパスワードをゲット。それじゃ脱出しよう。どうやら資金はイングランド銀行にあるエアギャップサーバーに保管されているようです。アクセスするには直接接続するしかありません。ってことはイングランド銀行に、その本当に強盗に入らなきゃいけないの？おっしゃる通り。どうせ銀行強盗をするなら警備の固い国庫を狙った方が良いでしょう。少なくとも今は間違いなくそうです。サードパーティーのアプリを使用して追跡や追跡